皆さん、このお話は嘘みたいですけどね、本当のお話なんですよ。私はこのお話をおじいさんから聞きました。おじいさんは話してくれるたびにいつもいつもこう言っていました。こりゃあな坊や、間違いなく本当の話なんだよ。こうより他には話しようがないんだからな。ところで、そのお話というのはこうなんです。秋のある日、ある日の朝のことでした。ちょうど蕎麦の葉が真っ盛りでした。お日様は空が高く昇って明るく輝いていました。朝風は切り株の上を暖かく吹いていました。ひばりは空で歌を歌って、ミツバチはその穴の間でブンブン唸っていました。村の人たちはよそ行きを着て教会へ出かけました。こうして生きているものはみんないい気分になっていました。ハリネズミもやっぱりいい気持ちでした。ハリネズミは自分の家の戸の前に立って腕組みをしていました。朝風に吹かれながら気持ちよさそうにちょいとした歌を口の中で歌っていました。歌がうまくてもまずくてもそんなことは構いません。ともかくハリネズミは楽しい日曜日の朝にはいつも決まって歌を歌うのです。こうやってぼんやり一人で小声で歌っていると、そっとこんなことを思いつきました。そうだ、今神さんが子供たちをお風呂に入れている。その間にちょっと畑へ散歩に行って株の具合を見てくるとしよう。その株というのはハリネズミの家のすぐそばにありました。ハリネズミはお母さんや子供たちと一緒にいつもその株を食べていました。それでその株は自分のものだと思い込んでいたのです。いいことは急いでやるんだ。ハリネズミは表の戸を閉めて畑の方へ出かけました。ところがまだいくらも行かない時です。畑の手前にある木の茂みのところを株畑の方へ曲がろうとしました。するとそこでばったりウサギに出会ったのです。ウサギもやっぱり同じような用事でやってきた心でした。つまりウサギの方は自分のキャベツ畑を見回りに来たのです。ハリネズミはウサギの姿を見ると愛想よくおはようと挨拶しました。ところがウサギと来たら嫌に傲慢ちきでお偉い旦那のようなつもりでいます。だからハリネズミが挨拶しても返事もしません。それどころかひどくバカにしたような顔つきで、おいおい、一体どうしたわけでこんなに朝早くから畑の中をうろちょろしているんだねと言いました。散歩ですよとハリネズミは答えました。へえ、散歩とはね、いくらお前の足だってもう少しマシなことに使えるだろうになとウサギは笑って言いました。こう言われるとハリネズミはひどく怒りました。他のことなら何を言われても我慢できますけれども、足のことを言われては我慢できません。というのもハリネズミの足は生まれつき横っちょに曲がっていたからです。なんだと、それじゃ貴様の足ならもっとマシなことに使えるとでもうぬぼれてるのだかとハリネズミは言い返しました。当たり前よとウサギは答えました。よし、それじゃあ確かめてみよう。かけっこをすりゃ俺の勝ちに決まってりゃとハリネズミは言いました。
笑わせるない。その横っちょに曲がった足で勝つってのかい。とウサギは言いました。でもすぐに続けて言いました。だけどな、お前がそんなにやりたいんだったら俺はやったっていいぞ。で、何をかけるんだ。金貨を一つと酒を一瓶だ。とハリネズミは答えました。うん、よかろう。じゃあすぐ始めるか。いやいや、そう慌てなくてもいい。俺はまだ朝飯を食ってないんだ。ちょいと家へ帰って食ってくる。30分したら戻ってくるよ。とハリネズミは言いました。ウサギは承知しました。そこでハリネズミは家へ戻りました。そして帰る道、一人で考えました。ウサギのやつめ、あの長い足を頼りにしているな。なあに、あんなやつに負けるもんか。あいつはお偉大で、お偉い旦那かもしれんが、間抜けだからな。なんとかうまいとこ出し抜いてやれ。ハリネズミは家へ帰るとおかみさんに向かって、おい、早く支度をしろ。俺と一緒に畑へ行くんだ、と言いました。一体どうしたのさ、とおかみさんは尋ねました。ウサギのやつと賭けをしたんだ。金貨を一つと酒を一瓶な。これからあいつをかけっこするんだ。だからお前も一緒に来ていてくれ。これを聞くとハリネズミのお母さんはびっくりして大きな声を出しました。呆れたね、お前さんは。頭がどうしたかしたんじゃないのかい。いくらなんでもウサギとかけっこができるはずがないじゃないの。黙ってろい、俺様のすることだ。俺の仕事に口を出すな。さあ、早いとこ支度をして一緒についてくるんだ、とハリネズミは言いました。ハリネズミは一体おかみさんをどうするつもりなんでしょうか。おかみさんは嫌でも王でもついていくよりおか仕方がありませんでした。二人は並んで歩いていきました。するとハリネズミがおかみさんに言いました。俺の言うことをよーく聞いてくれくれよ。ほら、あそこに長い畑が見えるだろう。あそこでかけっこするんだ。ウサギのやつが一つの腕の中をかけて、俺様はもう一つの腕の中をかける。どっちも上の方からかけ出すんだ。ところでお前はこっちの下の方の上の中に立ってくれ。それだけで何にもしなくていい。ただウサギが向こうにやってきたら、やつに向かって、俺はもう来てるぞ、と怒鳴ってくれ。そのうちに二人は畑に着きました。ハリネズミはおかみさんに立っている場所を教えてから畑の上の方へ登っていきました。行ってみるとウサギはもうちゃんと来て待っていました。どうだ、始めるか、とウサギが言いました。いいとも、とハリネズミも言いました。じゃあ行くぞ。こう言って二人はそれぞれ自分が走る腕の中に入りました。ウサギは1、2、3と数え終わった途端、嵐のように畑を駆け下りていきました。ところがハリネズミの方はほんの見足ばかり走ったかと思うと、腕の中にうずくまってそのままじっとしていました。ウサギは思い切り走っていきました。もう少しで下の方へ着きそうです。ところがその時、向こうからハリネズミのおかみさんが、俺はもう来てるぞ、と怒鳴ったではありませんか。ウサギはびっくり仰天、不思議で不思議でなりません。もちろん今怒鳴ったのは結婚している相手のハリネズミだとばかり思いました。なぜって、ハリネズミというのは誰でも知っている通り、おかみさんも旦那さんとそっくりなんですからね。
こいつはどうもおかしいなとウサギは思いました。そこでもういっぺんかけっこしよう、それ回り右だと叫ぶと一緒にまたもや嵐のように駆け出しました。ウサギの耳は頭のところでビュービュー風になびきました。けれどもハリネズミのおかみさんの方はそのままそこにじっとしていました。ウサギは畑の上の方へ一山に走っていきました。今度はハリネズミの旦那さんの方が俺はもう来てるぞと怒鳴りました。ウサギはカンカンに怒ってもう一遍やろう、回れ右だとわめきました。ああいいとも、お前の気が済むまでいくらでもやるぜとハリネズミは答えました。そこでウサギはそれから73遍もかけっこをしました。その度にハリネズミが勝ちました。ウサギが上へ行ったり下へ行ったりするたびにハリネズミかハリネズミのおかみさんとのどちらかが俺はもう来ているぞと怒鳴りました。けれども74編目にはとうとうウサギもおしまいまで走ることができませんでした。畑の真ん中でバッチリ倒れてしまったのです。そして首からは血が流れてて、それきり動けなくなってしまいました。ハリネズミは賭けで買った金貨とお酒の瓶を取りました。そしておかみさんを畝の中から生み出しました。それから二人で一緒に大喜びで家に帰りました。二人ともまだ死んでいなければ生きているはずですよ。ブグステフードの原っぱでハリネズミとウサギはこんな賭けっこをしたんです。そしてこの時からというもののブグステフードのハリネズミと賭けっこをしようなんて勇気を起こすウサギは一匹もいませんでした。このお話を聞いてためになることがありますね。まず第一に、たとえ自分がどんなに偉いと思ってもうぬぼれて他のものをバカにしてはいけないということです。相手がハリネズミみたいなものですよ。相手がハリネズミみたいなものでもですよ。その次には、お嫁さんをもらうなら自分と同じ身分で見たところもじっぷり自分とそっくりな人をもらうといいということです。ですから自分がハリネズミならお嫁さんもやっぱりハリネズミがいいと言ったよ。